歪んだ煙を見つめながら果てにならならす女ならいつもよりは少しマシなはず泣き出しそうな空の下でも I wanna make it cry 終わらないように You have no way to cry 終わらないメロディーをなんつってな、20世紀ロックへようこそ20世紀ロックへようこそ、今週はなんと初めての、平日ライブ配信となりますけれども、まあ、あの平日恒例の30分一本勝負でやっていくんだぜって感じなんですけど、今日はね、まあ、サムネタイトル欄でもお分かりの通りというか今思いっきりグロリア何ぞ口ずさんでますけれども、ジーギーについて、わちゃわちゃねトークしていきたいと思ってるんですけど、何のきっかけもタイミングもないんですよ。ただたまたま、今週ですね、ふと思い立ったようにというか、実は、飲み屋でね、たまたまあの東京シティナイトっていうさ、セカンドアルバムに収録の曲が、まあ、有線で流れてて、で正直その曲あまり昔好きではなくて、なんでこいつらこんな曲やってんだよぐらいに思ってたんだけど、その飲み屋の有線で聴いた東京シティナイトがやたら染みてというかいい歌に感じちゃって、で、まあ、そんなきっかけでセカンドアルバム守ってるわけなんでね、このホットリップスって聞いたんですよ、1枚通して。そしたらすげーよくてさファンの方には怒られちゃうみたいな話をしてますけど、本当に昔さ、さんざっぱら聞いてたから頭の中でいくらでも再生できるぜって思ってたんだけど、その東京シティナイトが今聞いたらめちゃめちゃかっこよく感じたのと同じで、もう1曲目から全部良かった、捨て曲なんか一つもないって思っちゃって、と思ってさ、ちょっと待った、ジギー再評価じゃんって感じなんだよ。ひとまずビール告げたんで、ベタなロックにイエイ乾杯。もうほんとそれだけのきっかけなんですけど、ちょっとお付き合いいただけたら、お付き合いいただけたらななんて思ってたりします。イエイ。ふう、ほんと1曲目のホットリップスからめちゃめちゃアゲアゲだし、2曲目とかなんかちょっとこういきなりね毛色の違う曲バシッといって、3曲目が Born to be free でしょ、ちょっとやばいじゃんって思っちゃってさ、っていうか本当に全曲捨て曲なかったよ。それで、あ、ハイウェイドライビングナイトっていうちょっと渋めな曲を挟んで大ヒットシングルグロリアじゃん。でひっくり返すとあれですよ、ジョニー・サンダース参加の、プレイング・オン・ザ・ロックスっていう、なんだっけ、How cold your lover boy? 違うな。なんか一声言うよね、ジョニー・サンダースがね。てか、めちゃめちゃ、とにかく、お前何今更言ってんだよって言われちゃうかもしれないけど、本当に全曲良かった。てか、ラストの Starting Again っていうさ、割とそれこそベタなロックバラードもすごい良かったし、と思ってんですよ。で、あとセカンドの他に何が好きだったかなと思ってさ、これはCD で持ってるクールキッズってのも聞いたら、これもすごい良くてこれなんて実はリリース当時あれみたいなさ、ちょっとジギーマッチョになりすぎじゃねえなんつって、マッチョにマッチョ方向にもトゥーマッチだし、メロディアス方向もトゥーマッチだし、ちょっとやりすぎ女教師かよみたいな風に思ってたのね、当時ね、リリース当時で。多分俺はこれでジギーを卒業するんだけど、さっきというか今日聞いたらすごい良かった、びっくりしたっていう話なんですよ。なので、ちょっとね騙されたと思って、その、まあ、50を過ぎた親父だけが見てるチャンネルではないとはいえね、でもむしろ今日はその50を過ぎたおっさんこそなんとなく80年代にジギーっていう存在は知ってたぜみたいな人にこそ再評価していただきたい、改めて聞いてみそうって思います。結構本気で今日はそんな主張の回ですね。はあ、でちなみにちょっと私事を挟むとですね、とにかく花粉がつらい。おかげさまで東京はもうすっかりポカポカ陽気になり、正直もうパーカー着てるのも、まあ、そろそろね今週あたりが限界かなっていうぐらい
あったかい代わりに、まあもう一日中目がしょぼしょぼ、鼻ずるずる、まあそんな状況で過ごしているので、だいたい夜もなんかさ寝つけないみたいなとこあって、なので辛いっすっていう。だいたいこのジギーテーマで月曜日にやろうと思ってたんですけど、あまりに花粉が辛くてサボっちゃってみたいな、そうなんですよ。でそしたら結局火曜も水曜も辛いからさ、というか毎日毎日辛いから今日になってしまったよみたいな言い訳もあったりするんですけどね、まあ平日はとにかく30分1本勝負と決めているので、サクサク進めてサクサク、逃げるように去っていきたいと思っておりますが、こんな夜も、コメントいただけてるので、まずそちらから目を通していきたいと思いますよ。UG さん、 80s から 90s ジギーはもちろん、スネークからジギー名義に戻った2000年代の頃もかっこいいんですよねって、全く知らないゾーンだ。そうなのね。ちなみにジギーライブ初体験は2014年か、結成35周年ツアーだって。2014年でもう35周年なの？そうなんだ。なんかどういう計算になるんだ。そうなんだね。結構じゃあデビューまで間があったグループなのかしら。なんとなく87年デビュー組っていう印象が強いから、ようやく35周年かなと思ってたけど、その前があるんだね。結構なキャリアが、キャリアというかそのインディーズって言えばいいのかな、要はメジャーデビュー前の活動がそこそこあるグループなんだね、うん、なんかごめん、俺はむしろポッドでの、 バッドボーイズロックの一派の一つかと思ってたけど、そんなこともないらしいぜと。そのあれだな、でもなんつうの、2000年代のっていうのはさ、なんつうの、爆竹がやっぱり同じ87年デビューで、デビューからやっぱ同じぐらいかな、3枚目4枚目ぐらいまでは当たり前に夢中で聴いててパタッとやめてさ、で去年ふとしたきっかけで爆竹の最近の作品というよりも、俺が知らない爆竹を総ざらいみたいな聞き方をしたら、めちゃめちゃすごくてというかかっこよくてビビったっていうのはあるので、もしかしたら聞いてみたらいいのかもしれないけど、今の気分で言うと、もうこの当時一瞬夢中だった者たちが改めて素晴らしいということに気づいている今日この頃だったりしやす。あで TG さんだって、 TG さんは2ジギーっていうぐらいジギー好きでしょ。あ、一番参加せんとあかんのにって、今夜も帰れないって、だって書き入れ時なんだもんね、ハイシーズンなんでしょ、お仕事の。そりゃしょうがない、またの機会なさそうだから悔しいって言うけど、わかんないよそればっかりは。だってそれこそその爆竹だって、気まぐれで爆竹会とかやって、まあ、2度目はないからぐらいのつもりでもちろんやったけど、翌日にですもん、2夜連続でしたもん、あまりに爆竹にハマっちゃってみたいなこともあるので、今夜この流れで俺がジギーにズブズブ言ったら、明日もジギーの回かもしれないよっていうまあ3月はねきっとお忙しいんでしょうから、また間を空けて気まぐれにいずれ取り上げるみたいなことがあるかもしれないっていう方にご期待ください。岩下さんがこんばんはって、あ今日は WBC を見てましたって、俺も見てたよ、終わりの方だけ。なんだっけ、8回の裏かなんかにやたら点入ったでしょ、打者一巡みたいな、その辺だけ見た。さすがにね、サッカーもさ、日常的にサッカー見たりはしないんだけど、ミーハーっぽくワールドカップとかやってると見ちゃうのと一緒で、野球もね、ああいう形で華々しくやられると見ちゃいますねっていうのが俺の素直な意見だったりする。そうだね。だってあとほら結局さ、ダルビッシュとか大谷とか村上とかさ、こんな俺でも知ってる人たちがね出てるから、普段のペナントレースとはわけが違うよねっていう気はしますよ。イエイ、うん、しばらくじゃあ岩下さんは WBC に夢中かしらね。平さん、こんばんはって、自主制作のソレイユ家ロックノールバンドからクールキッズまで大好きですねって、一緒、そこまで俺もよく知っている。特にファーストか、ファーストかっこいいよね。ていうかファーストの1曲目がさ、なんだっけ、エアロスミスのラッツインセラーみたいじゃん。つか
うん、いやファーストもいいんだよね、確かにね、全曲てかこの人たちはとにかくその楽曲がよくできてるというか、あのよくできすぎててメロディアスすぎて歌謡集漂うみたいなとこあるじゃん、てかいたしかゆしな気もするけど、とにかく楽曲は最高だよね、あのうん、いい悪いで言ったらとてもいい楽曲だと思うという気がしています。ソレユケロックノールバンドっていうのもあれか、エアロスミスのなんだっけ、それはトイスインジアティックか、だから基本根っこはエアロスミスなんだよね、割とそのでエアロスミスのプレイしてるファンキーな曲とか、エアロスミスが割とトゥーマッチにヘビーな曲とかをやったりするように、彼らもそういう振り幅を持ってる気がして、なんかなんだろうな、もっとこうハノイロックス的な要素とかを、ルックスからするとね、ハノイロックスとエアロスミス足したみたいなさものを想像しがちだけど、実はとことんエアロスミスっていう気もしなくもない、うん、和製エアロスミスというか、てかスティーブン・タイラーみたいな衣装着てた時期あるよね、あの芝浦冬の陣とかさの頃ってそんな感じしない？する俺ですです。アデレットさんが、ジギーは歌謡曲、そうそう歌謡曲っぽく耳なじみのいいポップでキャッチーなメロディーと抜群の歌唱力が最高ですっていう、確かに、うん、ファーストセカンドは超好きって一緒、むしろあれなんだよな、本当言うとその俺が知らないゾーンでこんないい曲があるぜとか、いわゆる5枚目以降なんつったらもう超昔の話になっちゃうのかもしれないけど、俺が知らなそうなエリアでこのアルバムがすげえいいぞとかさ、そんなリコメンドももらえたら本当は嬉しかったりする。でもやっぱ初期なのかな、そういう意味で言うとね、結構その頭が固いつもりもないんですけど、でも俺スライダーズでさえ割と初期のものの方が好きで、なんかそういうのってあるんだよな、うん、ですです。でも本当その、歌唱力っていうかお歌がね、あのお上手っつっちゃった、お歌がお上手なのも含めて歌謡集みたいなものが漂っちゃうんだよね、良くも悪くも。まあその辺はこのバンドならではの個性って言える部分だとは思うんだけどね。あ、だからさんざっぱらさ、そのあのエアロスミス狙いみたいな言い方を俺がしてるかもしれないけど、アレンジはもう完全にエアロスミス踏襲型なのに、歌メロは70年代歌謡曲みたいな、むしろ昭和歌謡みたいなんでね、あのさっきの東京シティナイトにしてもさ、なんつうの、うん、とてもなんだろう、歌謡味あふれるメロディーであり歌唱でありっていう気がしてますね、うん。あ、でグーラビアラブベルベットさんが、花粉だけでなくお体に気をつけてくださいダイナさんって言われてるけど、あれか、この間の土曜日ケロケロ酔っ払っちゃってたんでしょ、あのすみません、はい、やるって言ったこともやめるって言ったことも結局配信したこともよく分かってないです、ごめんなさい。それは本当にね、昼間実家行ってさ、嫁とおかん相手にほぼ一生飲んじゃいましたみたいな、わけわかんないことを、しでかしてしまいました。今度の土曜日は何でしょうね、願わくばシラフでお送りしたい。まあそれはちょっと嘘になっちゃうから、だけどちょっと当面泥酔配信はまた、肝に銘じてですね、しばらくないと思います。約束はできないけどですです。体は絶好調なんだよ、ちなみに、うん、悪いとこないんだもん、はい。あ、でチョコさんがこんばんはって、こんばんは。あ、で村上さんって言っちゃったよ、純子ちゃん、ダイラさん配信がなかったんで心配してましたって、ちょっと待ってくれよ、だって土曜日はやったわけだから、日月火水中4日ぐらい別にあれじゃない、ピッチャーだって中4日で投げたら優秀なんでしょっていう気がするじゃん、4日空いたら寂しいのかへへみたいな、確かにね、ちょっと花粉の時期はもしかしたらサボりがちになるかも、だって辛いんだもんっていうさ、それくらいの理由ですよ。でもへい、あ、でサンデーさんが、曲もだけどジギーってバンド名がかっこいいって、それはどうかな、ちょっとそれはやらかしてませんかって思いました。だってジギーですよ、って、
まあ、ちなみにあの知り合いのバンドでジギージギーっていうのがいたんですけどね、だからまあそういう名前レベルレベルっていうのも知り合いにいたりするんで何ともなんですけど、ジギーはちょっとどうでしょう、第5スターダストみたいじゃんだってって思わない？一瞬今思っちゃうでね、そのジギーのさゲストボーカル第5来たらジギースターダストになるじゃんねみたいなくだらないことを言っています、すいません、イエイ。あ、トールさん、あまり知らないのですが若い頃はカラオケでよくグロリアを歌っていましたっていう、年を取ると最後の方はもうゲホゲホって、まあまあね、それは若い時と同じように本域で歌うのは辛い気もしなくもないですけれども、うん、グロリアはまあカラオケの定番なのか、そういう意味で言うとね、あまりそのなんだろうな、ジギーとかが流行ってた頃っていうのはまだ俺がスナックとかにも出入りしてないし、だってそもそもなんだろうな、ちょっとねあのバンドとかやってたこともあったから、あんまりカラオケっていうのを当時は行かなかったので、カラオケでジギーを歌うっていう感覚はないですけど、まあでもね月9の主題歌ですからね、ありありてか歌って気持ちいいタイプの楽曲だよね、さっきも言ったけどそのメロディアスでさ、そんな気はしますね、うん、でアレンジはロックだからそれはかっこいいよねっていう、うん、あの歌いたくなる楽曲っていう気がします、イエイ。あとチョコさんが、木金は名古屋に出張してましてホテルから見てますって、ほう、え、チョコさんのお仕事は出張とかもあるの？じゃあ出張がある日は夜なんだ副業したりライブしたりっていうことはできなくなっちゃうね。あ、そうなんだね、出張のある仕事なのか、っていうかガチワーカーじゃん、ちゃんと素晴らしい。あ、ジギーはファーストが一番好きって、チョコさんもジギー拾ってる口だ。ファーストね、ファーストにはあれか、だからグロリアに近しいというか I'm Getting Blue っていうめっちゃ名曲がね、あの土砂降りの雨が通り過ぎる頃にはっていうさ大名曲 I'm Getting Blue が入ってるし、Inside the West I Die はさっきも言った通りね、あのラッツインセーラーみたいだしね、Make It Loud って曲が割となんだろうグラムなルーズなノリで好きだったかも、うん、バージョンストリングスってバラードか、あーっていうかいいね、で How B 面 How で始まるんだもん、あーちょっとこの後ファーストかも結局なんか昔聴いてたゾーンを聴いてしまうな。っていうかこのさ3枚目も結構強烈で、突然すげえ唐突にド派手なブラスが入ってさ、テケテケテテテテみたいなさ、どうしたみたいな、ちょっと取ってつけた感があるくらいのブラスとかなっちゃって、でもそれももしかして今聴いたら気持ちいいのかもしれないから、うん、ちょっとまず持ってるものはチェックしてみるわ。とりあえずホットリップスとクールキッズ聞いてあまりに良くてビビったんだよあのどっちもがなんですなんです。でサンデーさんが PV ステージパフォーマンスファッションかなりエアロに影響を受けてますよねっていう、まあそう思いますよ、うん、でまあでもそれはさ全然あの悪いことではないというかさあね、だってエアロスミスみたいになりてーっつってさ、スティーブン・タイラーみたいに歌いてーっつってね、始めるんだろうからさ、それは全然あのむしろ理想に近づいてるとも言えるのかもしれないよねっていう気がする、マジで。あ、シオンとのコラボが良かったって、シオンとコラボなんかしてんだ、あのシンガーがってこと、森重十一がってことかな。へえ、シオンっていう人も意外といろんな人とコラボをする、なんかあの福山雅治ともしてるでしょうね。ちょっとじゃあそれもせっかくだから、こういう機会だから、きっかけがきっかけいただいたんでちょっとチェックしてみようかなね。シオンスペース上げて森重十一とかね、そんな感じでググったら出てくるのかね。えい、あで、続けてですね、このワイルドピーチフラワーさんがやはりファーストが良かったって、ファーストも人気、うん、俺でもなんか割と当時からセカンドでもう一段向けたかなみたいに思ってたんだけど、ファーストはちょっとまだ引っ張り出してきただけで聞いてはいないのでチェックしてみます。そしてですね、平さんが松尾さん大山さんが脱退した後ではズー&ルビーおすすめですって、あ、そうかそうか、だからメンバーが
ごめん、どのタイミングで脱退したかも知らないんだけど、クールキッズの時点ではあれでしょ、ファーストからのメンバーが揃ってるわけだよね。だから俺が知らなくなってから、知らなくなってからというか、その追っかけなくなってから、ドラマーとギタリストが抜けてるのか。だってそうか、でトシロと2人残って、なんだね、でもそっから先のイメージがまるでないんだな。なのでちょっとじゃあズー&ルビーっていうのを話の種に聞いてみます。うん、あ、でワイルドピーチフラワーさんがとても良い東京シティナイトっていう、とてもいいね、あの乾いた街のもう一つの顔がみたいな、なんかもう A メロからさ、こうやたらこうなんつうの、情感あふれるというかさ、じゃん。あのでもサビのあのダンダンダン東京シティナイっていう、あのなんか強引な縦乗り感がちょっとうって思ったけどね。うん、でもすごくいい曲だった。デデレデって、なんかうん、東京シティナイトに関してはなんかアレンジもちょっと昭和界隈入ってんじゃないかって思っちゃって、でもそれあのいい意味で言ってますからね、あのそれがちょっと今の俺にはたまらなかったっていう感じなんです。イエイ。で平さんが、森重さん、松尾さん、元スライダーズのジェームスさん、元イージーウォーカーズの五十嵐さんで結成したプロディガルサンズ、ブルーズ寄りでいいバンドでしたって。アルバムも5枚くらいリリースされていたようなって。そうなんだ。じゃあ森重はその後々敏郎とタッグを組んでいただけではなく、松尾宗仁とも他のメンバーを引き連れっていう、そのプロディガルサンズっていうのをやってるので、しかもそれは一過性のものではなく、アルバム5枚も出してんの。5枚出したらそれは立派にロックバンドとしての活動を全うしてるよね。あら、そうなんだ、全然知らない。そうなんだ、プロディガルサンズっていわゆるストーンズの曲名から取ってるね。へえ、いろいろっすな。あ、でチョコさんが、あ、そうか、イエローポップが好きと言った方が良かったかって、ファーストで一番好きなのはハウですっていう、ハウは超名曲っていうか、ハウはあれだよね、ハノイロックスっていう気がするよね。マリブビーチ、ゲゲレ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 ゲガッガッガガガガガガガハホーみたいなさですよね。あ、でもそのハウもマリブビーチ、マリブビーチナイトメアみたいなアレンジを拝借してるけど、歌メロはめちゃめちゃキャッチーだもんね。うおーだもんね。超かっけえ。うん、あ、そうそうそう、メイクイットラブよかったっていう、メイクイットラウドじゃないんだっけ、メイクイットラウドだよ。メイクイットラブだとちょっとセクシーになっちゃうじゃんみたいな。そう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 、そうなんだよ。イエイ。しますし、そう、ハウハウいいよね。あ、それでアキラミーツマスさんが、自分もしっかり聴いたのはアルバムクールキッズまでですって。この前2月14日配信の時に、2月14日配信の時にって言われてもわかんない。あ、バレンタインデーラブソング特集みたいなことをやった時かしら。私が挙げた I want you to kiss me all night long をダイラさんが存じ上げないって言ってましたがっていう、その謎の敬語やめなさいよ。うん、俺が知らないって言ってたらしいが、それこそクールキッズに入ってますって。え、あ、入ってた。え、そうなの。まあ無理だよ、だって俺パッションレッドのお前を抱いてっていう曲もこのアルバムに入ってると思ってなかったもんマジだから、クールキッズは買っては見たけど、1曲目のあのウェスケーってのがあまりにマッチョでうってなってちょっと敬遠してたんだと思う。あのダンストビーベンっていう曲はやたらキャッチでいいなとは当時思ってたけどねっていう、そのくらいなんですよ。だからこれからあの今日をきっかけにちょっとそのいろいろチェックしてみたいと思っていますよ。うん、あのアルバムは、そうそう、Don't Stop Believing、 928、 I'm Just a Rock Roller など名曲揃い。いや、そうなんですよ。で、実際その今日聴いたらめちゃめちゃ名曲揃いで本当にびっくりした。うん、っていうか多分でも俺が大人になったんだと思うな。だって当時パッションレッドのお前を抱いてとか超やだったんだもん。うーとか言ってさ、なんだこれって、パッションレッドのお前を抱いてとかさ、なんなんって思ってたの。でもさっき聞いたらすげえよかった
大人になれてよかったですと思ってます、イエイ。そう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 、あで、あのワイルドピッチフラワーさんが森重さんとっていうのはさっきのシオンだね。ちょっとこれチェックしてみます、全然知らないから。うん、ウッシーさんが、あジギーの話題だっていう、そうなんですよ、今日ちょっと気まぐれにジギーの話などして見てます。カラオケ得意じゃない僕は先輩から何かを歌えって言われると I'm getting blue ばかり歌ってましたって。歌ったら歌ったで英語ばっかで何歌ってるかわかんねえって言われてって、英語ばっかだっけ I'm getting blue か、歌い出しからそうか放り出されの後は何、あ、なんかあのジョニー大倉的な英語と日本語ちゃんぽん的な歌詞なんだっけね。でもサビはむしろね日本語だからいいじゃんねっていう気がするね。マモルさんが6月はレイニーブルース好きですって、かっこいいね。レイニーブルーってでしょ、まぶしすぎるってでね、6月の雨にってでしょ、超いい。てかやっぱ歌いたくなるメロなんだね、なんかそれも再発見な気がする。うん、いや6月いいね確かにね。てかやっぱファーストセカンドが人気じゃない、なんだかんだでっていう、てかあれなのかな、てかあれか、比べちゃいけないけどさ、爆竹ってさ結局いまだに武道館クラスのライブとかさガンガンやってるわけでしょ、当たり前にホール回って全国ツアーとかさ、だから今の爆竹を聴いてるリスナーの方ってのもいくらでもいるわけだけどさ、ジギーさんは今はその現役とはいえそこまでのあれだもんね、ポピュラリティを得たステージでやれてるわけじゃないんだもんね。だからもしかしたらやっぱ当時聞いてました属性の人が多いのかもね、俺みたいなっていう仲間みたいな適当なこと言ってますが、サンデーさんが影響を受けたアーティストを音であったりステージパフォーマンスファッションに反映させるアーティストバンドマンが自分は好きですねっていう、うん、俺も決してそれ悪いことじゃないと思うし、むしろルーツが見えないバンドっていうのはそれロックですかってことになっちゃうと思うんだよね。そもそもがロックっていうものがその継承受け継いでいく文化だとも思ってるので、うん、ルーツが見えるバンドは全然悪くないよ。ワンズのボーカルの人もライブとかではモロアクセルローズとカートコバーンのファッション、まあ、それはちょっとどうかなと思うけどね。だってアクセルでもよくてカートでもいいっていうのはさ、なんか流行り物みたいな気がしない？ファーストのステージングでしたしねって、結構ワンズも好きですって、そうなんだ、ちょっとイメージが湧かない。だってワンズってあれでしょ、もっと強く君をなんちゃらみたいなやつでしょ知らないよ、ごめん、それはさすがにわかんないや。うん、アクセルローズとカートコバーンっていうのも俺の中でどうしても混ざらないし、うん、それはごめん、ちょっと謎。エロンソンミックさんがジギーといえば、うん、ボーイなので私はあまり詳しくないのですが、うん、ファーストはリアルタイムでよく聞いてましたって。ほう、ちょっと前ボーカリストの森重さんがかなりのアル中で深刻な状況でなんとか克服したとバラエティ番組で見ましたって。私もアルコールには十分気をつけなければと実感しましたって。気をつけ、ね、まあ俺とかね、もう半分どころかさ、まあ、あるの中なんだろうなとは思うけど、多少ね調子悪くてもお酒飲み始めると元気になっちゃったりするから、まあでもとはいえさ、そのなんだろう、日常生活に影響出ないし、いやまあ出てるのかな、どうだろう、その土曜日のライブ配信には影響が出ちゃってるぐらいでガチの日常生活に影響は出てないので気にしてはいないですけどね、俺は。幸いそのさっきの話じゃないですけど体も元気ですしっていう、うん、バラエティとか出ちゃうキャラなんだっけ森重さんそれも意外っちゃ意外だよね、あんまり。そのてか俺があれか、そのライブの MC とか以外の喋ってる印象があんまりないな。なんか当時テレビとか出てもあんまりこう饒舌に喋るタイプのシンガーではなかったイメージなんだけど、どうだろう、どうでしょうね。
ワイルドピーチフラワーさんが森重さんとシオンとでシェイディドールズのライブに出たのがとても良かったって。ああそうなんだね。なんか今これあれですよ、その字面を見て思い浮かんだんですけど、シオンと森重十一の間にシェイディドールズ入れるとすごくなんかつながりますね。なんか一瞬そのジギーとシオンって違くねって思ったけど、真ん中にシェイディドールズ入るとつながる気がします。結構本気で言ってます。うんですねですね。レッドさん、契約の問題でジギーの名前が使えない時にってそんなことがあったんだ。いわゆる脳年レナ的なお前今日から飲んなみたいな。千尋が突然千って呼ばれちゃうみたいだねっていう、そんなことがあったのか。あ、でその時にスネークヒップシェイクス名義で活動してた頃もぜひ聞いてみてほしいって。あ、そうなんですね。じゃあそれは何、例えばサブスクとかでもジギーのコーナーにはなくてスネークヒップシェイクス名義なのかしら。そうなんだね。いや知らないよ、全然知らない。てか当たり前か、だってこれとかね90、92年ぐらいだとするとここから数えて30年俺は知らないわけでしょ。30年あったらそりゃね、いろんなことできるよね。そうか、じゃあスネークヒップシェイクスとさっきのプロディガルサンズっていうのはちょっとチェックだね。あとさっきのジギーのなんだっけ、なんとかアンドルビーだね。いやよしよし、ちょっと今日全然まだ眠くないんでこの後そのあたりをチェックしてみたいと思ってます。そしてチョコさんが、オーダーメイドのベストアルバム、ファン投票のトップ15曲を1位から並べてて好きでしたって。あ、そんなものがあるの。え、オーダーメイドのベストアルバムってどういうこと。オーダーメイドってバンドがいるってこと、それともジギーのベストアルバムがオーダーメイドってタイトルなの、どっちだろう。ファン投票のトップ15曲を1位から並べるっていうのはでもいいね、潔いね。ちなみにファン投票の1位は何だったんだろうっていう。1位がすげえ地味なバラード曲とかだったらそれでもそこからスタートしたのかしらとかね、いろいろ気になっちゃうわっていう。あ、で、あ、アキラさんがファーストアルバムは最後の6月はレイニーブルースを忘れてはいけない。うん、結構みんなも推してたよねその辺ね。シングルカットされた I'm Getting Blue は高3の時に取り憑かれたように聞いてましたねって。ほう、上の話題にあった最近出たバラエティ番組は確か当時19時頃からやってた健康の番組そうなの、伊藤家の食卓みたいなよく知んないけど、そうなんだ。じゃあ不健康キャラ、違うか、不健康を克服したキャラとして健康番組に出てたってことかしら。それも意外だね。誰かがその見つけてくれたのかな。自分から売り込むわけないもんね、そんなテーマでねっていう感じでですね。あのしれっとウイスキーなど継ぎましたけど、でもあのコメントもねちょうどいい感じであの収まっておりますし、あの平日はとにかく30分1本勝負と思ってるので、今日はちょっと本当にあの脈絡のないというかあまり身のない話になっちゃったかもしれないけど、次回またね、ここからさ俺がまだ聞いてないプロディガルサンとかプロディガルサンズとかさっきの何、森重とシオンのやつとか、あとなんだっけスネークヒップシェイクスとか、ちょっと一通りその別名義のものだったりコラボしてるものだったりをチェックしてみますよ。なんでその上でまた、早ければ来週、まあ来週やるとは思えないけど、またちょっと機会見て、ジギー会などやっていきたいと思ってますよ。あ、じゃあこれがラストだね。ウッシーさんがジギーって1991年頃に活動休止をするときにって、91年でも活動休止してんの。87年デビュー、なんなら同年にセカンドか、88、あ、だから俺は80年代しか知らない説あるんだ。あ、そうなの、91年にもう活動休止かよ。マスコミ宛てに休暇願いを発表したりしてましたねって。活動休止期間中にジギーが主人公のアニメ映画をリリースしたりもしてましたねって。知らねえ、そうなんだ。あの俺がせいぜいジギーで知ってるネタとしてはあの宝島、当時のねあのサブカル誌の走りみたいな、宝島に
あれバンドやろうぜかな、なんか派手めの普段着っていう連載ページ持ってましたよね。俺は宝島だと信じてるんですけど、もしかしたらワンチャンバンドやろうぜの可能性ありだな。あとチョコさん、あオーダーメイドというタイトルのベストアルバムなのね。1位は I'm Getting Blue なんだ。へえ、I'm Getting Blue で始まるんだ、超かっこいいじゃん。2位はワンナイトスタンド、ワンナイトスタンドラチャチャラチャチャチャみたいなやつ、なんかついさっき聞いたような気がするな。違うかな、違うかも、俺って人のこと言ったかも、こっちかも。そうなんだね。3位はシングマイソングなんだって。え、じゃあワンナイトスタンドもシングマイソングもこのアルバムじゃない？それ意外だな。このアルバムだね、ナイス&イージーだね。それは意外。でもやっぱそのなんだろう、一般層が選ぶものとファンが選ぶものは違うからね。グロリアとか15位までには入ってるといいね。グロリアのないベスト版なんてってことになるじゃん。それ本当になんかあのマニア向けのね、裏ベスト見たくなっちゃうもんね。ちょっとそれちょっとチェックしてみるよ。その15曲が何なのかはちょっと自力でググってみる。マジで。てかシングマイソングなんてさ、あれだよ、板チョコ版も持ってたよ俺。って俺何気にジギー好きじゃねっていう気がさっきしました。へい。あれアキラさんがね、とはいえ一押しはホットリップス。俺も断然浅いですけど、俺はジギーに関しては。でもこれがとにかくめちゃめちゃかっこよかったんで、今日こんな配信してますっていう感じです。最近リメイクされたアルバム購入しましたって。リメイクとかしてんの、いろいろだな。最近とはいえ2020年、まあ、全然最近ですよね。全て演奏し直してまして、クオリティが上がってはいますが、元のには元の良さがある。ちょっとじゃあそれも気になるからチェックしてみます。なんだよ、あの終わる頃になって割と有益な情報がパタパタといただけてますけど、そうですね、続編はね約束はしないですけど、いい感じだったらまたあの次のステージで、ジギー配信などしてみたいと思ってます。なんか平日はね結局このくらいのノリで、緩めに、そうね、その時々のことをさテーマに遊んでいきたいと思ってるので、はいです。ひとまず今日はこの辺で、早々に切り上げるぜ。ベータアナロックに乾杯。イエイ。だってまだ平日だろ。そろそろ寝ろ。